あ、あげる。あ、あげた。あ、あが。え、入ってこない。なんだ、どうしよう。死につまんで。え、来たの。なんでだろう。全然入んない。皆さん、こんばんは、こんにちは。前々回、水流式の畑に簡単に変身できる畑を作ったんですけど、で、前回、初心者丸出しの冒険に行き、レッドストーンを取ったので、水流式の畑に変身させてみまして、作ったこの畑ですね。ちょっと、水を流してみましょう。こんな感じが、ちょっと。こんな感じになったんですけど、いきますよ。せーの、えい。じゃわーん。ってな感じでどうですか？あそこから水が出て、で、ここでもう一回スイッチを押すと、こういう感じで、すごい楽になりました。で、こう、飛び出ちゃった分は、回収してしに行くんですけど、でもほぼほぼ飛び出ないで行けてますね。で、この、そうするこのチェストの中にこう入ってるっていう感じですね。あ、で、こんな感じですと植えていきたいと思います。もう一回。あー、夜になってきちゃった。はい、すごい真っ暗。おやすみなさい。おはようございます。よし。で、これ、まあ、どうやって作ったかっていうと、簡単に説明しますと、まず、石が7個と弓矢とレッドストーンで、この発射装置っていうのを作るんですけど、この発射装置は、顔があって、この中に、例えば、これでか、土とか置いて、土を入れて、あ、ボタン。作業台でボタンを作ります。で、ボタンを隣に置いて、このボタンを押すと、こうやって出るんですけど、これを水を入れて水をやったんですけど、で、プラス、このボタンって、一個離れて置いちゃうと反応しなくなっちゃうんですけど、今回はこの、レッドストーンの粉をこう撒いてるんですね。こうやって、こんな感じで繋げて撒くと、スイッチが離れてると通常だとこう、反応しないんですけど、このレッドストーンの粉をこんな感じで使うボタンでつなげるんですね。そうすると、押すと今ここレッドストーンが光ったんですけど、こんな感じで、ちょっと離れていても作動します。これを使って作りました。もしよかったら皆さんも作ってみてください。でですね。で、今回はこの、ちょっとね、この羊だとか、牧場、ちっちゃい牧場を作りたいと思います。で、まあ、適当に、具で、この辺に作ろう、ここら辺から、隣に、ここら辺に作ろうか、こんな感じで、じゃあ、柵作ってどんどん作っていきたいと思います。あれ？どのくらい？普通どのくらいなんだろう？このくらい？ちっちゃいか。こんなもんか。で、まずじゃあ、ここ、あ、そっか、登れるように、ここに、土を置いて、こんな感じで、登れるようにします。で、そうそう、これが、結構重要なんです。この白いカーペットをここに置いとくと、こうやって
抜け出せますが、動物は抜け出さないので、こうやん、あ、ここは乗り越えられないので、こっちから出る感じですかね。で、羊は、ちょっと待って、これかな？小麦？小麦だよ。ほら、来た。おいで。おいで、おいで。来て、来て。今度がわかりやすいから。来て。来て、来て。はい。はい。おいで。そうそうそう。で、そこにいてね。またお友達連れてくるからね。できた。で、もう一匹一緒においでよ。はい、来てください。え、すごい。あ、え、牛も来ちゃったよ。牛はさ、違うとこに入れたいんだけど。どう、こういう場合はどうしたらいいの？ じゃあちょっと一緒に。あ、来ないでほしい。あ、牛、来ないでね。そうそう、おいで。違うよ。入っちゃった。喧嘩しないでね。どうしよう、こういう場合。どうしたらいいんだろう。牛だけ出てきて。はい、出て。ちょっと待って。そうそう、出ない、出て、出て。牛だけ出て、そうそうそう。あ、違う、違うんだよ。違うの、出ないでほしい。出ないで。入って。入ってよ。入って、入って。そうそうそう。入って。入って。ほら、おいで。そう。これ、あ、よかった。できた。したら、抜けて、牛はさ、こっちにしたい。隣、あ、そうそうそう。じゃあ、はい。よいしょ。そう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 。あ、待って、夜になっちゃった。一回寝よう。おやすみなさい。おはようございます。あ、ここから見える見える。よし。もう一個。鳥？あと鳥か。あと豚か。そうだ、豚もいるんだ。あ、いた、豚。おいでー、かわいい。ピンク、かわいいじゃん。こっちだった。ちょっと待って。あ、ちょっといなくならないでね。で、このさ、作業、操作が難しい。こっち来て。はい、こうです。おいで。そう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 、こっち。え、あれ、浮いてた。で、ここから、逃げるって。鳥か、あと。鳥か。こんな感じかな？ 6 個。よし。鳥は？鳥はそうだ。豆？これだよね。確か。鳥さー、来て。あ、すごい卵産んでる。すごい卵産んでる。来たよ。ほらほらほら。そう、こっちにもいるから、ほら、おいで。で、おいで。かわいい鳥。あっちにもいる。一緒に来るか。おいで。来た来た来た。おいでおいで。あ、かわいいな、旦那。あ、産んだ、卵。はい。おいでー。こっちだよー。こっち。こっち、こっち。どこだ？ここだ。はい、来ましたね。あれ？ちょっと待って、変なとこ行っちゃったね。はい。よいしょ。いっぱい卵産んでね。あ、牛がもう一匹いなかった。ちょっと待って。牛いないか。おーい、牛さーん。さっきこっちにいた気がしたけど。いない？あ、来て。おいでよ。あ、ヤコ。
そこにもいるけど。牛は、おいでおいで。牛なんかブルドッグに見えてきた。なんかブルドッグに見える。牛だよね。ここ、ここ、お友達連れてきたよ。はい。狭そうだね。まあ、いっか。はい、狭いかな。おいで。こっちこっち。入れた。これで、OK ですかね。父親のご飯の時間にしようかな。小麦粉、あげるね。あれ？はい、どうぞー。あ、かわいい。赤ちゃん生まれたね。じゃあ次。豚さんは人参をあげますね。はい、どうぞー。はい、どうぞー。はい、かわいい。豚ってかわいい、なんか。鳥は豆の？はい、どうぞー。卵を産むのか。あ、かわいい。じゃあ、羊は、で、はい、どうぞー。あ、かわいい、生まれましたね。羊はこのハサミで使うボタンを押すとチョキンと取れます。気がかれますね。ちょうだいね。よし。なんかかわいそうな感じになっちゃったけど。よし。で、草を食べると毛が生えるみたいなのが、雨降ってきちゃったね。賑やってる、賑やかな感じで、いい感じになってきましたね。雨降ってきたから一回家入ろう。よし、家の中から。あ、見える。ちょうど見て、ど真ん中。よし、寝れ、夜かな。まだ夜じゃなかった。ね、どういう感じにしようかな。でも屋根つけたいけど、屋根つけたらせっかくここから見えるのに。これちょっと結構透明から見たい。いいんじゃないでしょうか。こっちの方にもずらーっとしようか。蜂の巣を、ここに1、2、3、4、4つできてるので、これを移動させたいんですよね。どうやって取るんだっけ？そうそう。このままやると怒っちゃうから、なんか焚き火か。焚き火を下に置くといいんだっけ？焚き火を置いて、これ、えいってやると蜂が、あれ出なくない？もういないのかな？あ、取れた。これで終わり？これを。あ、で、これ、蜂の巣を、こう、まず作ります。で、ここら辺に置こうかな。ここ？で、ここに蜂を移動させるには、あ、お花を持ってればいいのかな。で、この辺のお花を、よかった。あ、来て。出てきて。まず、怖い。リアル音が。見て。ちにもさ、鼻がいっぱいあるんだ。ここ入って、入れる。入ったりする。この中入る。入んないんだけど。入って。え、入んない。入ってよ。ここ、ここの中。ここ、ここ。入って。あれ？この中。どういうこと？入んない。目入って。え、全然入んないんだけど、すごい近い。あ、あげる。あ、あげた。あ、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 ん？お花食べた。こんなか、え？どういうこと言っちゃったん？どういうことなんでしょうか。なんか間違ってるのかな。え、なんだろう。え？え、どういうこと？なくない？あ、間違えちゃった。間違えた。どういうことなんだろう。
個しか取れなかったよ。はい、意味わかんない。あ、ちょっと待って、夜の。ちょっと待って。あ、無理。ちょっと待って。何、何、ちょっとやめて。え、なんか変なの来たんだけど。ね、とりあえず寝ようか。今、蜂の移動させてるんだよ。やだ、もう休みなさい。明日の朝寝たらいなくなってますように。よし。ね、あそこにすごいね。なんなの？とりあえず人参食べよう。なんか豚が見てるように見える。あ、巨匠人さんが、あ、やられた。やられちゃったよ。あの人たち亡くならないのかな。なんか開けては入ってこないよ。え、どうしたらいいの。入ってこない。え、入ってこないよね。怖い。突き出てるじゃん。え、ほら、突き出てる。やだ、怖い。なくなった。ない、ないかな。ない、いなくなった。よかった。お花。あ、見て、おいでよ。出てきて、すごい。おいでー。あー、おいでおいで。ここに入るのどう？ここ。このうちにはどうですか？え、なかなか入んないの？どうしたらいいんだ？このうち壊しちゃえばいいのかな？家？家が近いから。怖い。怒るかな？あ、伺っちゃった。いやー、怒ってる、怒ってる。めちゃめちゃ怒ってる。ごめんなさーい。だって。あ、毒。あ、あ、ちょっと待って。なんだ、どうしよう、死にそう。入ってく、入ってく。これ。何してんの。もうなんか、嫌になってきた。だって死ねないんだ。まだ怒っ、え、死んじゃったんだけど。あ、マジ、なんで？なんか、死んじゃった。なんで？え？どうしたの？どういうことなんだろう。あ、まだ一匹いる。あ、刺すと死んじゃうの？よくわかんない。どうして死んじゃったんだろう。どうしたらいいんだろう。じゃあ、わかった。お花か。周りに、この近くに、あれか、お花がいっぱいないから。じゃあ、ここにお花をいっぱい入ればいいのか。周りにお花がないからかな。ちょっと、行ってみようか。え、なんか変。でも、あれ？でも、ここに、あれかな。いっぱいとりあえず花を持ってこよう。あ、で、焚き火持ってるでしょ？はい。あ、これじゃ、もしかして、低いかな。出てこないかな。あ、そっか、一回じゃあおいで。できて、こっちにね、作ってあげたんだよ。おいで。そう、こっちにもお花もいっぱいあるし、こっち、ここ、ここ。ここなんかどう？ここのお家。入って。いいよ、入って。入って、そう。え、こんなんか入って。これ、入ってみて。なんで？なんでだよ。ここ、ここ。なんで？なんで？ここの中だよ。なんでだろう。全然入んない。なんでなの？あげる。あげる。あ、あれ？あれ？赤ちゃんがね。あ、来て、じゃあ。ここ。ここにお家作ってあげたの。
入って。ここ。入って入って。入ってよ。あ、入った。入った。今、入った。入ったかも。で、今入ってるの？もう一個作ってばいいのかな？作ってみようか。さん、入って、今こんな感じで入った？今、はい、出た出た、入った、どっちだっけ、どっちだろう。なんかちっちゃい、なんかみんなちっちゃい気がして、え？どうなっちゃったの？見えない。どうなったの？入った。入ったのかな？よかったよかった、あそこに落ち着いたかな。あ、すごい溜まってる。また焚き火、あ、焚き火持ってきてやってみよう。焚き火を持って、あ、来た。起こってないよね。やった、雨降ってきちゃった。よし、こっちも持って、え、あそこに見てるときはね、あ、出てきた。え、怒ってないよ。取れたよね。取れた。で、もう一個。はい。出てきた？蜂にもやられてるからね。一回。これで、いいかも。ハニーボトルが3つもできました。いや、もう。はい。じゃあもうこんな感じで今日は。もうなんか蜂の移動に結構時間かかっちゃいましたね。こんな感じで今日は終わりにしたいと思います。次回は、もうやられまくって、で、素材も取りに行くのも大変なので、やっぱりもうブランチマイニング場を作るかって感じですね。で、まあ、で、この牧場ももうちょっとやりたいんですけど、ちょっとやりたいことが山ほどあって、どれからやろうかなって感じで、とりあえず今日はもう動物たちを捕まえたのと蜂の移動をしました。最後まで見てくれてありがとうございました。また、なんかいろいろちょっとやり方が間違ってたりすることもあると思うので、そしたらコメントなんかで教えてくれると嬉しいです。さようなら。ありがとうございます。バイバーイ。